やったー、すごいじゃん。これ何ステージあるんだろう。23、1、あ、はあ、そういうことね。ぐさってなっちゃう。えい、よいしょ、よし。で、どうしよう。あー惜しい、惜しかった。1、2、ここは待てよ、ここだ、ここ、ここなのかな。こっち、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 刺さっちゃうな。どうしよう、刺さっちゃう。あ、大丈夫だ。あ、大丈夫だ。やった。セショワル悪魔のズドラーダ。よう、ハーレム作ってんだろ。うちも配慮はかっけえ。かっこいい。待て、嫌な予感がする。もうハーレムではない。耐性、単性締め同好会だ。どっちだろう。もうハーレムではない。さっきシミュレーションしてたからこっちかな。どっちだろう。待て、嫌な予感がするで。そんなこと言うねよって感じで入るのかな。下やってみようか。あ、よし、パッとエンドだ。陰キャ、また来世な。イエーイ。視界がエラめいたかと思うと露骨の間にライフが待っていることに気づく。君の冒険は終わった。あ、面白い、めっちゃかわいい。こうでしょ、こうで、どっちだったっけ、どっちだっけ、や、こちら、こう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 。あ、逆だ。1、2、3、1、2、1、2、ポン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 。これだね。残念です、ターンも入っちゃったもんね。止められるもんなら止めてみな。かっこいい、めっちゃ副流煙やばいじゃん。やったー。何ステージあるんだろうこれ。今5だったから今6か。なんか可愛い子がいる。なんかハンバーグ頭に乗せてる。1、2、まあ、とりあえず行ってみるか。いけない、戻って、あ、そっか、いけないんだ。もう一回しよう。わからなすぎる。
探求天使のアザゼル、なんとまあ聖者が地獄で何をしているんでありますか。今回初めて見ましたよ。なんで天使っぽい、悪魔を探している、天使を探している、天使じゃないのか。でもアザゼルって名前って悪魔か、どっちだろう。悪魔を探している、天使を探している、この子天使だよね。なんで格好、でも名前は悪魔だ、どっち。天使にしとく、天使になりたいとか、天使になりたいからこんな格好してんのかな。じゃ天使って言ってあげる。あーバッドエンド、ここにはあまりいないでありますよ、ご安心を、本館が案内するであります。さあ捕まってください。嘘をついて天国に行けるのは誰が予想しただろう。ともあれもう悪魔のハーレムは作れそうにない。え、すごい、なんか違う違う、そう違うパターンもあるんだ、かわいい。サクッと行こうぜ。あ、間違えた、こうしてこう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 、あ、間違えた、よし、これ悪魔なんだ、悪魔を探しているなんだ。お、危険もでありますか、差し詰め現代罪、現代罪なんだろう、悪魔学校の研究でありますね、自分も調査に加われてあります。かわいい、悪魔天使の格好してるんだ、かわいい。難しくなってくる、7だっていくよ。あ、わかったぞ、こうしてこうしてこうしてこうしとくんじゃん、こうしとくんだ、パズルと打ちまったのか、すげえな、だいぶ手こずったな。ハーレムに入らないか、メニューからスキップしただけだ、ハーレムに入るか、うーん、どっちがいいんだろう、メニューからスキップしただけだ、だいぶ手こずったな。パズル作ったのかな、解いちまったのかって言ってるから、これだいぶ手こずったな。メニューからスキップしただけだ、ハーレムに入るか、どっちも勧誘なんだね。で、こう手こずったなって言われたいのかな、スキップしただけっていうとこか。あ、合ってた、こっちだったんだ、よし、俺も解けって言われたらそうするだろうな、よし、じゃあ行こう、賑やかな方が楽しいだろう。うわー、やったー、うわ、最後っぽくない、12ターン、右左、右左かどっちだ、クラピカはどっちを選ぶ、あれクラピカって左だったっけ、じゃああえて右、あれクラピカってどっちだった、右を行こうか、じゃあ1,2,3,4,5,6,7,8、 あれこれはあれなのか、よいしょ、やっと会えたな、すべての試練を突破し貴様の己の価値を証明した地獄の CEO のルシファー、めっちゃ可愛いんだけど、ルシファー、魂を世に捧げると誓えば奴隷として寵愛してやろう、え、はい女王様、結構だ、それよりもハーレムに入らないか、多分さ下が正解だよねきっと、これ一回ハイにしてさバッドエンド見てみたい、けなげのやつめ、
君がひざまずくとルシファーは君の額に口づけをした。魂が抜け出ていくのを感じる。あ、死んじゃったんだ。オッケー。オッケー。これは簡単だったね。え、なんかさ、鎧の巨人みたいな人たちがいる。あとワンパンマンにこんなでかいさ、出なかった兄弟みたいなやつ。結構だ。それよりハーレムに入らないか。何を戯れるか。貴様は悪魔の奴隷にできるとでも考えているのか。俺をご主人様と呼べ。話す前に伺いを立てろよ。コーヒー、炭製締め、チョコパンケーキがあるぞ。どっちだ。でも私だったらラスターがいいだってパンケーキがあるんだもん。こっち偉そうな態度が逆にいいとか、どっちだろう。俺をご主人様と呼べ。話す前に伺い立てろよ。でもこんな言い方されたら私すごく嫌だ。家の方にしようか。立場というものを理解しないようだな。よかった、バッドエンドだ。ルシファーが手を振ったかと思うと君の血液は素に変わった。何を言ってるかわからないと思うが恐ろしいものの片鱗を味わった。すごい、さすがルシファーだね。よっしゃ行こう。ほら、かわいいトマトジュースだろうな。でこれでしょ。でコーヒー、炭製シム、チョコパンケーキ。チョコパンケーキ大好き。なんだと、正気か。地獄の奥底まで来てパンケーキを食わせようというのか。世の好物がパンケーキでよかったの。やった、サクセス。パンケーキ好きなんだ、かわいい。パンケーキ食べたいってあったよね前。量を納得させようとは貴様のハーレムは案外楽しめそうだな。クリア、これで。やったー、まだ続くんだ。